会場外の様子、乃木坂46真夏の全国ツアー2017、ファイナル、イン、東京ドームは、女性アイドルグループ乃木坂46が2017年11月7日から8日に、かけて、日本の東京都・東京ドームで開催した、乃木坂46真夏の全国ツアー2017のファイナル公演、2018年7月11日に、DVD ブルーレイを発売。 乃木坂46による地震発となる東京ドームでの公演で真夏の全国ツアー2017のファイナルとして2017年11月7日8日に行われた公演の2日間でトータル10万人を動員したこの公演ではこの年の年末をもってグループを卒業したい帰省の中本姫か伊藤真理からの最後のライブとなりアンコールでは 伊藤真理香をセンターにして、きっかけを歌った。デビューから、東京ドームでの初公演までの期間は、公式ライバルである AKB48 の7年目に、当たる2012年8月に行われた、初公演までの記録を抜いた。また、国内出身の女性アーティストで5万人以上の、東京ドーム公演を開催したのは、過去3年では AKB48、ミュ S、ベビーメタル、 水木奈々、西野カナの5組のみである。本作は、上記のライブの模様を収録しているほか、完全生産限定版には、リハーサル時から本番までメンバーに密着した、メイキング映像、メイキングオブライブイン、東京ドーム、警備員のエキストラと共にオープニングを飾った、デイにオープニング映像が、特典映像として、完全収録。さらに、 各楽曲のライブ写真で制作したポストカード、各メンバーのソロカットで制作したトレーディングカードが封入される。後日12月2日放送の AKB48 賞において、HKT48 の矢吹なし、田中美久、AKB48 チーム8の佐藤しおり、小田恵里奈が特派員としてライブを伝える模様が放送された。 初の東京ドーム公演となったが、チケットを入手できずに、会場外に集まった大勢のファンが、ペンライトを振り回し、叫び続ける様子が映し出されていた。その明らかに迷惑な行為を見かねて、会場警備員が、皆さんのせいで、アイドル公演が、東京ドームで開催できなくなると再三にわたって、注意するも、それに対処洗い声が起こり、さらに再び音楽に合わせ叫ぶ行為を続け、 問題となった。ブルーレイ DVD ブルーレイ完全生産限定版ディスク1と同内容。DVD 完全生産限定版ディスク1ディスク2と同内容。ありがとうございます。